それでは金原選手の試合後インタビュー始めたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずオフィシャルから質問です、えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますかああ、勝ってやっと勝ってほっとしますもうそれだけです、えー、フェザー級に今回階級を上げての試合で勝利ということですが手応えというのはいかがだったでしょうかいや手応えというかああのまあ、メンタルですよね やっぱどうしても1個バンタムの時はメンタルが結構やられてたのででも、どうしてもやらなきゃやらなきゃっていう,こう歯車が全体的には良くなかったので格闘技やってて楽しくなかったというか試合が本当に嫌だったのでそういう意味ではまああのフェザー級の方が健康でいいなって思います。 対戦を終えて、えー、対戦した芦田選手の印象というのは違いましたででしょうかそうかそすね、あのー、印象というか一、まあ、回、やっぱ組んだことあるのでイメージ体の強さのイメージとか組み力のイメージはやっぱイメージ通りだったんですけども、まあ、思ったより距離を詰めてきたなというイメージだし、まあ、逆に自分とやるんだったらそういう風になるのかなとも思うし、まあ、ちょっと意外っちゃ意外だったんですけどもでもそれにも距離にも対応できた戦い方ができたので。 まあ自分の改めて引き出しの多さっていうのを再確認できたかなと思っておりますえ試合を終えたばかりですが今後の展望というのを教えていただけますか。展望ですかそれも、ね、前回それ言われてもやめますって言ったんでそ展望ってなかなか難しくてねあの状況にもよると思うし、まあ、あのリングでも言ったんですけど年齢が年齢なんでこうコンスタントに試合できるわけじゃないのでね。あの まだからといって長期休養ですとかいうつもりもないですけども、ま状況を見ながらあのやっぱ手術今年試合しやえっと手術したばっかなのでそういうのもいろいろあってまあ様子見ながらタイミング来て話が来ればまちょっと考えたいなと思っております。はい。ありがとうございます。はい、オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。 質問ある方いいらっしゃ、えっと、どうですか、あの戦っている中でこうブランクというものをこう試合の中で感じるというのはありましたかブランクは感じないですね、正直ブランクというか何がブランクなのかよく分かってない自分で分かってないんでそのブランクの意味があま分かってないんですけどもやっぱ、あのー、自分のいいところと悪いところをしっかり言えてくれる仲間がいるので。 その仲間を信じて仲間の言う通りに動けばまあ自分の力を発揮できると思っているのでまあこう操作されている自分が相手があの仲間がいるからそんなにブランコというかその気持ちの作り方だったりそういうのはあまり感じなかったしち、ね、なみに復帰ネタってやっぱり所選手がまだ試合を活躍してるされているっていうのがやっぱりこう影響がああたんですかまあそうですね。やっぱり自分の先輩だだしし年も上だし こうやっぱ背中を見せられてるというかあのやっぱ去年の大みそかああいう試合を見せられた時に改めて金谷さんもう一回やりましょうよって言った時に「えー、俺もういいよ」とは口で言いながらもやっぱこう心が動かされたのはあの一番大きいですね。 フェザー級が盛り上がってるっていうのもやっぱり復帰しよううというもちろんもちろんあの去年もあの去年復帰っていうか去年バンタムであのライジンデビューさせてもらった時もやっぱフェザー級自体が盛り上がってなかったっていうかフェザー級に駒がいなかったのでどうしてもバンタムっていう選択肢しかなかったまあそこにねバンタムに堀口教授という強い男がいたからこそ頑張れたっていうのもあったし、うん、で今回ももう一度戻ってこようと思ったのもやっぱフェザー級が盛り上がってるっていうのもももちろんあの大きな要因にはなります。 あの萩原選手を挑発してましたけど、意識されてたんですあれはファッションです、たまたま目の前にいたんで、あ,のあれはファッションです。<laughs> なんかはい、向こうは挑発されたからやる気になってるみたいですけど、ああ、まあいいんじゃないですか、盛り上がってくれれば、あのね、まあいいんじゃないですか、だってもう僕もね、もう <laughs> まあいいと思います、はい、いろいろあると思うんで、そこは状況に任せて。 誰ででももいいって感じですか球もいやそれはよくないそれはちょっとね誰ででもよくはないすねだからもう年が年なのでコンンスタトだから若いだから多分こう若手のやつとかっていうよりもやっぱ上の強い人とはやりたいっていうのは正直なとこだしねあのー、<laughs> そうですねはいなんか若手の壁とかっていうのはもうちょっとあのちょっと上に挑戦させてもらってからやりたいなっていうのは。 正直なところですね。はい。ありがとうございます。すみません <laughs>。ありがとうございます。その他はい。では、えー、お願いしたす。たえっと一個だけ一ラウンドの最後片方に決まったようになんですけど、<laughs> あれ決めきれなかったのはいや<か>あのー、ちょっと手応えは悪かったんですよ。ね残り時間もなかったんで<ー>どうしようかなでもフィニッシュまではちょっと行ったんですけど残り時間が10秒ぐらいとかだったんでまあでも10秒行ってみようと思った。 けどもちょっと作り直す時間がなかったですね。あれが三十秒やったらもう一度しっかり作り直してあの決めれたっすね。なるほど。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。その他ご質問ある方、伊浪さん。伊浪さんこちら。伊浪さんお疲れ様でした。ありがとうございます。ますえっと。 まあ、タイミングを見てとていうことでしたけども大晦日かいいカードのオファーあったらどうしましょういいやいやとデオが出るかもしれないのでねそこはあのー、スタート相談しながら <laughs>、まあはい、ちょっとゆっくりしたいですね、あのー、コロナで旅行も行けなかったし、あのー、ちょっと1回旅行行きます、まあ、でもやれと言われる言ばできる準備は最低限しておきます、ね今日あのー、その前の試合で、えー、と中村大輔選手が。 きれいな一本勝ちしたりとかちょっとなのでまだまだあの腕関節に関しては錆びついてないみたいなこともおっしゃってたんですけどまだまだ俺たちもやれるぞみたいなこうなってんですかね意地みたいなのもちょっとあったりしますかいやー中村大輔さんはねクインテットでもうチームでやってたし、あのー、やっぱ自分の先輩自分が年上一番年上じゃないんですよねやっぱ中村大輔さんが今回一番年上の最年長なんでそれから見れば僕なんか小僧だし、ね、まだまだなんでうん。 30後半から男は40代からだと思いその中村選手はこれからが全盛期とおっしゃってます金原選手。それはないな俺は俺はもう多分もうあのねびっくりするぐらい強くなることはないしやっぱこう落ちないようにあの落ちないようにトレーニングするのも事実だと思うしやっぱちょっと休んだらすぐ落ちちゃうしでもねやっぱ今までもっう,う20年間格闘技やっててあのそこの引き出しっていうのは 誰よりも持ってる自信あるし、それをうまく積み重ねてあのいろいろ試行錯誤しながらやっていきたいなとは思ってますね今後。あの試合の中でこう聞かせたな主導権取ったなっていうのはあのコーナーの転換は一番最初は大きかったですか？そうですね。やっぱその最初の距離設定というかそのやっぱちょっと思ったリアシダが来たなっていうのがあのまあびっくりしたというかあの思った以上に来たんで、で最初のこう試合のこう対策通りにいかなかった。 で、まあ、セコンドの方から指示天下をしっかりうまく使えっていうこと、まあ、聞こえて、一回天下を合わせたら、は、はまってくれたんで。そうですね。それで、まあ、パンチを誘って天下を打てっていうのは、ちょっと二ランドは、ちょっと狙ってましたね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、金原選手の試合後インタビュー終了になります。